あけまして、おめでとうございます。芸能ジャーナリストの芋沢佐藤です。2021年もよろしくお願いいたします。日刊現代でも、ブログでも、そして、あの、YouTube でも定期的に情報を発信しますので、ぜひよろしくお願いいたします。芋沢さん、はい、その前に20年の芸能界を振り返っていただきたいのですが、どんな年だったと思いますか 去年はいろんなことがありましたが、象徴的だったのは、いわゆる大物タレントが続々と事務所を独立したっていう流れは、近年では非常に顕著な例として出ました。二番目は、やはりコロナ禍で、志村けんさん、それから岡江久美子さんが亡く,亡くなるという、ちょっとショッキングなケースもありました。 あと、東出まさ、東出さん、それから、渡部さん。不倫報道が相次いで。まあ、これは格好の芸能マスコミの、ターゲットになったっていうのは、印象的ですね。はい。ありがとうございました。はい、では、気になる21年の、芸能界について、お聞きします。西原さとみさん、戸田,田恵梨香さんに続くような、結婚や熱愛などのスクープは、飛び出しそうですか。飛び出しそうですね。そうなんですね。例えば。 昨年活動を休止した嵐の桜井翔さん。はい、まあ、ちょうど1年前に文芸春秋が、はい、あの、ベトナム婚前旅行をスクープしたんですが、はい、その流れ、流れがありまして、はい、あの、正式に結婚するんじゃないかと。やっぱり二宮君も結婚してますし、はい、彼としても幸せになりたいなというところがあると思います。そ,すね、それから、大河に出演歴のある人気女優。はい 準主演務めましたけど、はい、彼女もあのボーイフレンドがいまして彼女も事務所の反対を仕切って結婚入籍するんじゃないかなと私はマークしておりますそ人は誰なんですか清楚で、はい、今 CM が1年前と比べて倍になった方です誰だろう <laughs> 気になりますねあ,あとあの CM といえば伊藤健太郎さんはい。はい あの、引き逃げで、でね、はい世間を騒がせましたが、はい、彼にも、もしかして、という噂がありまして、そ,それは、あの、交際してた女性の方が、非常に積極的で、はい、事務所の、あの、別れろっていう指示にもかわらず、<laughs> 一直線に進みそうな気配があるんで、<laughs> 私もなかなかマークを外せず、苦労しております。はい、楽しみですね。そうですね。はい 結婚や熱愛以外に21年を騒がせそうな芸能ニュースがあったら教えてください。去年の積,の積み残しなんですけど、はい、ある種の井宮さん夫妻、はい、あの、一昨年に入籍結婚しましたけど、はいねはい、あの、ご夫人が新婚旅行を強く希望してて、はい、青い海と白いウェディングドレス着た、はい。はい、この夢を叶えるために必ず今年は あの新婚旅行にアクションすると思うんですが、はいはい、それをぜひ取材したいなと私は考えております。そうですね。どこか海外には行けなさそうですけど、行きたいところとかがあるんですかね。まあ、ガッツのある彼女のことですから、はい、そこの隙間を狙いながら。チャレンジしていくと思います。そうですね。はい、山沢さん、本日はどうもありがとうございました。あ,ありがとうございます。